人、痩せにくい人、どちらが体重をより変動できるか対決。まとまってるかちょっとわかんないけど、はい。僕はなるべく体重を太らせます。はい、私は痩せにくい人なので、はい、もう言ったらほんとダイエット生活ですね。いきます。まず最初の1日目の朝の体重ですね。はい、 48.7kg です。はい、ごちそうさまでした。本当にね、今日は体重増えててショックだったので、明日減ってることを願います。おやすみなさい。それでは4日目、体重測ります。え、増えてるかな。 49.3kg、 0.5kg ぐらい増えたかな。どこにお肉ついたんだろう。顔だったらいいんだけどな。はい、おはようございます。4日目の朝ですね。体重測ったらなんと 200g 減ってました。おめでとうございます。3日目の朝増えちゃったんですけど、減ったのでよかったですね。で、朝起きたんですけど、なぜかそんなにお腹が今日は空いていないので、チヂミ塩豚骨麺、糖質ゼロ麺を朝ごはんにしようと思います。目指せ 50kg ですね。やばいの買ってきました。このロールケーキとエクレアが合体してるっていう、まさに太るであろう食べ物。こんな食べ物があるんですね。いただきます。エクレアはね、めちゃくちゃ美味しい。んー、ロールケーキもふわふわで美味しい。ほぼロールケーキ。この組み合わせは太るでしょう。ロールクリームの生クリームも入ってるし、お腹もいっぱい。ごちそうさまです。今が4日目の昼ですね。ちょっとね、今日あんまりお腹を空いてないので、このサラダ一つでちょっと済まそうかなと思います。まあね、ダイエットしてるので、たまにはこんなねランチもあっていいのかなと思います。ということで、ダイエット生活4日目の夜ですね。今からバーのバイトなんですけど、昼にねサラダしか食べてないので、さすがにお腹は空きました。ダイエット中ね、鶏肉は食べていいかなということで、唐揚げくんとローソンの糖質制限のパン買ってきました。私これ大好きなんですけど、ちょっととりあえずこれを食べて腹ごしらえをして夜ご飯とし、バイトを頑張りたいと思います。はい、体重測定です。5日目かな今日。あー、こっから変わんないですね。 49.4。 昨日の夜めっちゃ食べてあれなんですけど、変わんないかな。ありがとうございます。5日目の朝ですね。だいぶ終盤に取り掛かっているんですけども、今日朝体重測ったらなんとまた 400g 減っておりました。よっしゃー、嬉しい。めっちゃいい感じにね、約あと1キロもうすぐ痩せれそうなので、ちょっと頑張ってもう少し痩せていきたいなと思います。で、朝ごはんなんですけど、昨日の夜食べたパンと全く同じものをね実は買っていたので、これをねまた今日朝ごはんとしたいと思います。昨日の夜もコストコだったんですけど、今日もねコストコで買ってきたプルコギビーフ。まあ今お昼なんですけど、起きたすぐに食べます。匂いがすごい。初プルコギが朝。すごくない？これ2キロですよ。うわぁ、うわぁ、うわ、美味しそう。焼肉ですね、これ。プルコギって。いただきまーす。うん、美味しい。牛丼、絶対溶き卵つける派なんですよ。いただきます。うわ、美味しい。ごちそうさまでした。はい、ということで5日目の夜ですね。ちょっとラストスパートかけていきたいので、サラダ1個食べていきたいと思います。こんな感じでね、本当にローカロリーな生活をしていきます。ジョジョ園には完全にはまってしまいました。いただきます。まあ、今日は朝にねパンも食べてるので、しっかりと炭水化物は取ってるのでね、夜は抑えめでいいかなと思います。完食です。ごちそうさまでした。おやすみなさい。はい、6日目です。残りわずかとなってます。48.9kg ですね。いやー、軽いね。はい、ダイエット生活6日目ですね。朝です。おはようございます。今日の朝ごはんなんですけど、ほうれん草とチーズリゾットっていうのを食べます。 107kcal しかないので、まあ朝ごはんにぴったりかなと思います。ちなみに体重なんですけど、なんと 600g 減ってました。めっちゃ嬉しかったですね。この調子で最終日まで減らしていきたいと思います。ということで、いただきます。
おいしい。優しい味がしますね。うん。ごちそうさまでした。朝ごはんでーす。ミスド買ってきました。いただきます。モルドファッション好きなんですよ。あとフレンチクルーラーも好きです。おいしい。あと春の新作ですね。これめっちゃおいしい。あとイチゴのフレンチクルーラー。春の新作のやつマジで美味しすぎる。これ一番美味しい。6日目の夜ですね。今日はもう作っちゃったんですけど、豆乳チーズ豆腐ですね。もうただ豆腐一丁ボンって入れて、豆乳と白だしと上にチーズをかぶせてチンするだけっていう、もう包丁も使わないだけど低糖質でお腹も膨れるっていう、言ったらダイエット食みたいなものなんですけど、私が実際7キロねダイエットして痩せた時もこれすごいよく夜ご飯で食べてたので、食べても罪悪感がないということで、豆腐のアレンジ料理ですね。これを今日も作ったので食べていきたいと思います。でこのねチーズと豆乳と豆腐のね組み合わせが最高なんですよね。いただきます。うん、やはりうまし。いや、おいしい。完食です。ごちそうさまでした。明日は最終日なので、追い込めるだけね最後まで追い込みたいと思います。おやすみなさい。はい、7日目最終日です。かかります。お、1キロ台いきましたね。頑張れば1キロ増加かな。頑張ります。ダイエット生活7日目最終日ですね。だから中日前にパンになってしまったので、なんとパンを食べてしまっています。はい、チーズダッカルビのお弁当を頼みました。すごくないですか？チーズも太るし、カルビもね多分太ると思うんですよね。あとこの片揚げポテトとかね、じゃがりことか食べました。結構お菓子も完食してます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。お肉は鶏肉でした。でもまあチーズもたっぷりだし、寝起きだしいいんじゃないかな。今週で一番美味しい。ちょっと頑張ったんですけど、やっぱ食べきれませんでした。量多かったですね。まあ、またちょっとつまみながら食べて、最後の夜、がっつり食べたいと思います。最終日のお昼ですね。サラダと長芋、野菜尽くしでいきたいと思います。朝結構食べちゃったので、昼はこんな感じで野菜でいきます。いただきます。美味しそう。うん、美味しいですね。うん。セルブンイレブンのこの長芋のやつめっちゃ好きなんですよね。すごい美味しいと思う。はい、完食です。ごちそうさまでした。はい、ついに最終日、夜ご飯です。ザーフトルといえばマックですね。なんかよく余分3兄弟全部マックに入ってるみたいな言いますよね。飲み物僕知らなかったんですけど、飲み物シェイク選べるんですね。なので飲み物シェイクセットなので、ポテトもついてますよね。油、塩分、糖分の余分3兄弟。そして流行りのご飯バーガーにしました。パンよりもご飯のが確実に太ると思ったので、なのでご飯バーガー。そしてちゃんと食べたことなかったのでね、ベーコンレタスご飯バーガーです。いただきます。美味しくなくないことはないんですけど、このベーコンレタスのソース、マスタードソースというかは、やっぱりご飯よりパンの方が合うと思うし、合わない気がする。ベーコンレタスバーガーの方が美味しい。照り焼きとかの方が美味しいかもね。お米と合う合わないで見るとさ、わかんない、食べたことないからあれだけど。最終日の夜です。もうお風呂入りました。豚もやしポン酢です。これもね、私大好きなんですよね。美味しいから。いただきます。うん、豚肉はちょっと正直言うと脂質が気になるところではありますが、少量なのでねいいかなと思います。何より味付けがポン酢なんで優しいですよね。あとさらに低カロリーという。完食です。ごちそうさまでした。7日間ねダイエット生活今日で終了となります。明日体重測って最後になるのでね、楽しみにしたいと思います。おやすみなさい。はい、っていう感じで1週間経ちました。じゃあね、結果発表いきましょうか。はい。自信のほどは？いやー、1週間ね、できる限り努力はしたつもりですね。僕もいい線いってる気がするけど、うん、果たしてつむちゃんに勝てるのかっていうところが。じゃあまず僕からいきます。はい。僕は増えた体重ですね、うん、0.1
4キロ増えました。 0.4 キロ微妙。400グラムってことでしょ。400グラム増えただけだけなの。おー、もう基本的に太るって言われる食べ物を食べまくってた。お腹も結構いっぱいまで食べること多かった、うんうん、赤からとかも言ったけど、うん、もうお腹いっぱいからの締めの増水とか、うんうん、おー素晴らしい、うん、動画にしてないですけどアイスクリームとかも食べてた。おー、やばいのかなこんな頑張って 0.4 って。私は多分 2,3 キロガッて普通にいけちゃうタイプだから。それで、うん、じゃあつむちゃん自信のほどは、はい、1週間にしては頑張ったのではないでしょうか。 0.1 の位から発表していきたいと思います。はい、私は8です。何々点 8？ はい、そうです。その時点でもうさ、はい、1の位なんですけど0じゃないの。はい、なんと1です。え？ということで結果 1.8 キロ痩せました。イエーイ。やばくない？いや頑張りましたね。え、約2キロじゃん。そうだね、頑張りました。すごい。そんな体重変わるもんなんだね。お互いに驚いてない？うん、確かに。かっちゃんの生活を多分したら下手したら 3,4 キロ普通にいける。絶対にそれぐらい多分吸収がしちゃうタイプなんで。すごい。うん、皆さんはどういうタイプですか？ぜひコメント欄で教えてください。教えてください。今回の対決面白かったとか思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。